こらよこら、よいしょ、ただいま、ただいま、ちょっとちょっと喉がさ、喉休息のためさ、今日はお休みしてもよいか、あのカラオケタイムをさ、寒い寒い、帰ってきました。あと天気がさすごいさ悪いけど、みんな大丈夫？もう本当に今日天気が悪くてなかなか大変だったけどリハ行ってきました。帰ってきた。12時頃までね。お疲れ様みんな。おいしょ。おー、たくさんありがとう。ネコプ1万ありがとう。いらっしゃい。ブルームーンさんありがとう。虹色さん、東京はまだ雨か。雨だね。あのなんかね、あのどうだろう、四国の方がちょっとやばいみたいだし、なんかこう出てたよね、四国あの雨やばい予報みたいなの出てたから心配なんだけど、こっちもね、東京帰ってからね、まあ、朝から帰ってたけど結構やばかった。甘い、ありがとう、甘い、やばかった。ね、大空さん、大将さん、小学校さん、大文字和さん、いらっしゃい。テストさん、ありがとう。ターコン、ありがとう。スエさん、麻雀ファイトクラブ先日同宅からフレンドの大工さんにあやかり、いつ、おお、すごい、爆ドラじゃんそれ。大工さんと当たったんだ。クロボ、アタコありがとう。アタコ、スイカさん、バリンチュさん、アマトーさんありがとう。サトちゃん、ニオさん、カンちゃんありがとう。大将さん、コバキンさん、スーペリアさん、ユミヤン、マミちゃん、スイカさん、ただいま。アッコさんかな、こんばんは。アッコさん、ポンゴさん、今日もありがとう。マミちゃん、ありがとう。ローマジユキーさん、マーク2さん、いらっしゃい。おさっぴーさん、お疲れ、ありがとう。あ、間違えた。ひでゆきさん、ただいま。シャオンケイさん、ギウさん、ありがとう。スズボーさん、いらっしゃい。ノブシャン、ただいま、ただいま。今東京だけと思うくらい行ったり来たりしてたけど、あ、でも今回は愛媛ちょっと長かったかな、いたの長かった、ちょっとゆっくりできたかも。まみちゃん、まこさん、たい焼きありがとう。 MK しんじさん、テストさんありがとう。川崎さん、ブラッチたい焼きありがとう。マッティさん、とろけるさん、ありがとう。のぶちゃん、シャコキラちゃん、ありがとう。ハイドさん、ありがとう。ブラッチー、おがこさん、たやき、ありがとう。グッチいらっしゃい。ピョコニーさん、ありがとう。カリタン、結婚してありがとう。ヨッピーさん、かわいい、かわいい。スイカさん、たやき。ヨシさん、かわいい、あ、お疲れ、ありがとう。モムさん、いらっしゃい。ヤーズケさん、ありがとう。帰ってきたよ、東京に。今日もありがとね。大将さん、フルーありがとう。フル、今日も。ムラッピーさん、ゴールドシップさん、たたたたい焼き、あ、ありがとうね、とろけるさん。そうなの、いや今日はそうなの、やっぱこうやって帰ってきてさ話すとすごいわかるけど、いっぱい喉を使いましたね今日は。ありがとう、ありがとう、ブラッチ、スイカさん、喉ね、痛くない、大丈夫。秀幸さん、お疲れ、ありがとう。カポさん、たい焼き、あ
ありがとう。HM さんいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。およそ2ヶ月。だいぶ良くなった？よかったね、お猿さん。え、もう2ヶ月も経つんだ。お久しぶり。元気になった？少し良くなったみたいでよかった。おさっぴーさん、かわいい。ありがとう。ロッピーさん、いらっしゃい。おう、まみちゃん。ちょっと今日はお休み。ありがとう。むねたかさん、寒天。ありがとう。ポニョニョンさん、いらっしゃい。海ほたるさん、たい焼き。ブラッチ。あじさい。ありがとう。あじさい。ヨッピーさん、フル。ありがとう。ぴょこりんさん、レインボーストーありがとう。ティーンさん、こう。矢印、こうじさん、ありがとう。ディラックマ、たい焼き、ありがとう。おうおう、にじろさん、ありがとうね。いやー、ドキドキ。なんかいろいろさ、この今日のリハとかで、内容とかが詰まってきて、ね、そうなの、何するかとかも決まってきたりとかするたびにドキドキしてるわ、ほんと。すごく楽しみです、当日が。絶対楽しいなと思って。メリーさん、たい焼きありがとう。キリンさん、いらっしゃい。おう、ワンダーさん、今日はありがとう。お休みさせてもらいます。カタカナユキさん、あれ？はじめましてなってるそうだね、犬猫さん、今日は忙しかったで。おしげさん、ぐっち、たい焼きありがとう。ひらがなユキさん、いらっしゃい。ローマジヨシさん、ありがとう。終わりました、リハ。いやー、すごかったな今日。ヤースケさん、たい焼きありがとう。にゃんぱさん、いらっしゃい。わさぴーさん、寒天だ、寒天。スイカさん、お風呂ありがとう。猫メガネは全猫が逃げそう。え、猫メガネ何の話してたこれ猫メガネ、あ、これね、あのきなこにかけるやつの話。まあそうだけどね、確かに。まあ嫌か、サングラス。いやか、でも昔みたいにさ、なんかきなこ動きが大人っぽくなった、最近のきなこ。やっぱもう8歳とかだからかな、なんかこう瞬発力的な、なんか昔の、なんだろう、元気なんだけど、なんかおしとやかになった感じがする、最近ね、思うんだよね。いや、大人になったね、きなこ。ローマジユキーさん、たい焼きありがとう。秀樹さん、バラありがとう。土屋さん、いらっしゃい。カノンさん、ひこきらだるまありがとう。カタカナカズさん、いらっしゃい。ゴンちゃん、ありがとうです。レッツさん、たい焼きありがとう。朝愛媛、えげつなかったけど、仕事で高知来てるけど、あ、本当よかったね。高知はそうでもなかっただって。高知いるんだ。そうなんだ。え、そうね、あの、ま、今日朝のね、便で帰ってきたからさ、もう移動中がすっごい雨で、愛媛かな、がやばかったかな、あの飛ぶ前とかね、早朝だったんで、愛媛やばかったですね。今はちょっと止んできたのかな。ヤスキさん、結婚してありがとう。まあまあまあさん、いらっしゃい。ピルクル、甘い。ピルクルくれてた、ありがとう。コンドルさん、たい焼きありがとう。新幹線、あ、新幹線止まるほどだったんだ、ブレブさん。ありゃ、飛行機は大丈夫でしたか？いや、飛行機はね、あの、すごい心配してたんだけど、全然飛びました。なんならさ、最近ね、飛行機ね、遅れるんだよ、よく。あの、愛媛行きだけじゃないと思うけど、なんか、あの、使用機到着遅れとか、そういうのでさ、2、30分遅れるとき結構多くて。今日はね、今日は結構定時に飛んでくれて。途中なんかすごい、あの、ベルトサインめっちゃ揺れたんだけど、雨で。全然なんか、早かったよ。
なんならなんか定時より早く着いたよ今日。レッツさん、たい焼きありがとう。タグケンさん、ネコプーやっくんありがとう。たくさんたい焼き。まみちゃん、フルありがとう。 TikTok 見たよ、コメント落ち着いたら。あーあー、そうなんですよ。さっきね、新しくあの TikTok 新しい動画載せたんですけど、見てくれましたか？そう、今回そのインスピックスワールドというね、新しいゲーム、なんていうのね、オンラインゲームなんだけど、本当こうお話ししながらさ、やったりするゲームだから、すごいリアル感のあるゲームというか、すごい楽しいよ、インスピ。やってみてね。ちょっと詳しくは TikTok 見てくれたら嬉しいんですが。に、コンドルさん、たい焼きありがとう。クラッシャーさん、寒天。ヤマピーも寒天ありがとう。あ、コロボ降りました。雨降ってもすぐに晴れる、ゲリラ豪雨。おえ、明日マジか。そうなんだ。いやー、今日はもうびちょびちょになりました。髪とかもすごいうねうね、今日うねうねじゃよ髪。やなー。ゆきさん、結婚してありがとう。猫ぽーたい焼きいっぱいありがとう。あきらさん、おしるこさん、野菜さんいらっしゃい。スコールさん、100キロありがとう。ひでいきさん、バラありがとう。アイルトン、アイルトンさん、おだちさんいらっしゃい。クラッシャーさん、たい焼き。ひでいきさん、バラいっぱいくれて。スナフキンさんいらっしゃい。おだちさん、結婚してありがとう。あれ、今日一番だった？大工さん一番だった？モーリーさん、トールンさんいらっしゃい。こばわー、モーリーさん。ハイドさん、お疲れありがとう。まあまあまあさん、100キラありがとう。今日もわ、なんとサトシさん、ナイスデカメロン。予約はしたけど、花水木通りの古川店は、あそこね、あ、ちょっと広いとこだよね。遅めまでデカメロン残ってて、あ、そこに買いに行ったの？行ったことあるよそこ。スミーさん、のぶしゃん、たい焼きありがとう。あさみさんいらっしゃいです。わ、太郎くん、トラガンバさん、あさみさん、たい焼きだ、ありがとう。あ、僕は純粋さん、たい焼きありがとう。ヤバサハさんいらっしゃい。ナブシャン、お疲れ。タクトさん、タクトさん、ミーさんいらっしゃい。ノブーさん、レインボーストありがとう。そうやで、飛べないカラスさん、竹山 3.5 はね、6月29日で最後です。ラストライブ来てね、来てね。ノブーさん、寒天ありがとう。クラッシャーさん、赤いたぬきさん、のぶーさん、たい焼きありがとう。のぶしゃん、フルありがとう。のぶしゃん、ワンダーさん、あじさい、ななんとあじさいありがとう。たかちゃん、のぶーさんありがとう。のぶーさん、たい焼きありがとう。くまたかさん、野菜炒めさんありがとう。今日はアジの南蛮漬け作りましたって言ってる。食べたい、主婦だね今日も。今日とて、にゃんぱさん、たい焼きありがとう。わ、そうかも、借りた。え、早すぎたコメント。すごい、すごい早かったかもそれじゃあ。結構さ、始まってすぐいっぱいコメント多分反映されてたから、それより早かったの今日。やばすぎて、借りた一番だったかも。ようちゃんいらっしゃい。悪天候移動お疲れ様ありがとう。今回日傘忘れてこなかった。いや、あのいつもと違うやつ持って帰ってきちゃった。あのこの間さ紹介した日傘じゃないやつを持って帰ってきてしまって、ちょっとミスりました。
間違えた。まあでももう一回ね、6月に帰るんですけど、愛媛は日傘特化型の傘を持って帰ってきちゃって、なんか雨用でも一応使えるけど、なんかこうすごいちっちゃいからさ、めっちゃ雨よけにはあんま良くない傘なの。間違えた。バンパイオニさんいらっしゃい、クマタカさん、バラ、ワンダーさん、たい焼き、ありがとう。あら、おがこさん、レインボースター、ありがとう。たくさんレインボースター。すごい、夕焼けに照らされた虹が見えたんだって、今日止んでから。すごい、どこで見れたの。ひらがなかずさんいらっしゃい。昨日晴れ30度、今日雨20度、明日晴れ30度、天気も気温も乱高下って言ってる。今日より寒いってこと？今日結構寒かったけど。食べないからさん、これからもね、歌手本業です。新しいプロジェクトをそのラストライブの日に発表するんですけど、新しいプロジェクトで頑張っていきます。そう、まだね、発表前なのですけど。 SQSQ さんお疲れ様。アントナさん飛行機大丈夫だった？結構なんだ、なんだ、揺れというか、もう雨がやばかったけど、雨の音というか、でもなんかそれに促進されてか、めちゃくちゃ早かったの、着陸が。ローマジュータさんいらっしゃい。虹色さん、たい焼きありがとう。しょうまさんありがとうです。今日もしょうまさん、この間4人内で留意層上がった、もう長くないんかな。おめでとうそれ何、運吸い取られてってこと、かっちゃん。いや、これから良くなってくやない、さらに。めっちゃ羨ましいんだけど、留意層。乃木坂風、あ、乃木坂さん風の制服衣装ね。あ、もうね、多分届いてるはずだから、そうだね、ちょっといつできるか分かんない、週末できんのかな、ちょっとできる時、近日中に、この間みんなが達成してくれた支援ゲージお礼のやつ着ようかな。今回は乃木坂さん風衣装がアンケートで1位だったので、ちょっと用意してみた。スエさん、ジャスミン、お花ありがとう。フルありがとう。イヨシのビワ食べました。ひなおさん、ビワ食べたかい？食べてないけど好き。イヨシで食べれるの？お、最終便さん、はじめまして、ありがとうございます。最終便さん、ローマジユタさん、たい焼きありがとう。あ、王様さん、たい焼き寒天ありがとうございます。ローマ字の王様さん。ひらがなかずさん、たい焼き。赤花さんいらっしゃい。おー、メイツさんめっちゃありがとう。ブレイブさんもたい焼き、たい焼き。テストさん、ジャスミンおくまありがとうございます。ジャスミンおくま。まあいかさんいらっしゃい。あ、のりありがとう、帰ってきた。リハから。虹色さん、回復ポーションありがとう。シバさんこんばんは、ありがとう。バッティーズさんこんばんは、ありがとうです。ユッキーさん、今日は飛行機の中では何してた？今日はね、なんか珍しく寝れなかった。なんでだろう、めっちゃ揺れてたからかな。なんか逆にさ、朝一番早いやつで帰ってきてたんだけど、多分その前まで家で寝てたからか、なんか寝れなくて、起きてたけど特になんか何をするでもなく、そう、セトリとか聞いてたかも、リハの時の。
音聞いてたりとかしたんだけど。海道船さんいらっしゃい、テキテキさんいらっしゃい、ありがとう。サトシさんありがとう。ダム公式のとうとうですか、でとうとう出てくれたの、ダム公式チャンネル赤竹出てる。え、ちょっと待って、それ見に行きたいかも。わあ、虹、ありがとう。え、嬉しい、本当に。え、フジモンさん大長老じゃん、1700回ありがとう。え、コラボ3100回なんですか、大長老すぎ、ありがとう。3100回だって。キョンシュさん、カタカナヒロさんいらっしゃい、ナムシャンファイトファイト。ブーちゃん、市原さんいらっしゃい、ありがとう。昨夜のお供は愛媛からの配信対策で約1年前に、あ、だからか、いや、よく入手してくれてるなと思った。そんな前からゲットしてくれてたんだ、あれ、あの夏みかんのやつね、すごいわ。愛媛から東京に帰って部屋入るときにただいまって言ったりする？え、言ったりするよ。え、今日言ってなかったかな？どうだっけな？結構言います、一人でも。サンゴクーさん、ユッキーさん、たい焼きありがとう、ひらがなの。アキヤン、ひらさんいらっしゃい、ありがとう。ひらまつわんさん、たい焼きありがとう。ワンガンさんいらっしゃい。雨強かった時もあったけど大事に至らずよかった。雨強かったね。ワンガンさん大丈夫だった？そうね、なんか移動し終わったらなんか逆にそんなに降ることもなくなったんだけど、移動中がやばかったな今日。鉄さんいらっしゃい、ローマ字の。俊一さん、ボーダーさんありがとう。島城さん、たい焼きありがとう、ありがとう。テストさん、フルーありがとう。ライブリハありがとうです、楽しみだね。いや、募って行きますわ、楽しみという気持ちが。きなこそうよ、きなこ大人になりすぎたよ、ほんと。マサーさん、モシューさんこんばんは。ノリ、回復ポーションありがとう。ボーダーさん、寒天ありがとう。きなこはコスとか服を着せるの嫌がるのかな。まあ、猫並みに嫌かも、あの服とか着せられるのね。でもなんか暴れたりとかしない、なんか固まってる服とか着せたら。シムさん、バンジャンハオ。大文字クニさんいらっしゃい。あ、見るお肉さんありがとう。水太郎さんありがとう。ニコプあらありがとうです。きなこのモデルウォーク。ほんとそんなレベルよ、最近のきなこの歩き方。ターさんいらっしゃい、カタカナの。大文字 G さん、シシマルさんいらっしゃい。コシさん、お疲れお疲れ、ありがとう。コシさん、まゆまゆさん、たい焼きありがとう。やばいね、11分なんだこれ。サイさんいらっしゃい。ローマ字よしさん、ありがとうありがとう。もし飛行機今日飛ばなかったら仕事に影響出てた。あ、今日？めっちゃ出てたよ。今日はね、朝のね、11時からちょっと打ち合わせがあって、だからそれまでには絶対にその場所に着いとかなきゃいけないから、そう、打ち合わせする場所に。だからさ、一番早い便で行ってもさ、結構ギリギリだったの。そうなの。そっからの移動時間が長いじゃん、その羽田とかについてさ、そっからこう長いから、めっちゃギリだった今日、今日の生活。そやで、コロボ大長老ありがとう。3100回はやっぱすぎる、ありがとうね。カーマインさんいらっしゃい。
昨日の雨が嘘のように今日はピカーンピカーン晴れてた。え、いいな、ブレイブさん。今日全国的に雨かと思った。ひらさん、寒天ありがとう。りゅう、たい焼きありがとう。川崎さん、たい焼きありがとう。さといさん、ゆうささん、底辺さん、月の人さん、ありがとう。解決たまごんさん、ありがとう。あ、食べた、あようちゃん。セブンのアーモンドスライスカップケーキ。あ、美味しくない？めっちゃ。エイジさん、いらっしゃい。ありがとう。あ、そういうことね。明日ゲリラ豪雨って意味じゃないよって。そうだね。もう梅雨入るしね、コロポ。気をつけて。おやぷみ。モーリーさん、ラブレター。ありがとう、今日も。ラブレター。風と海とさん、いらっしゃい。底辺さん、たい焼きありがとう。エンペラーさん、いらっしゃい。おしょうさん、たい焼きありがとう。ストリットくん、ありがとう。たけちゃん、たい焼き。みちさん、いらっしゃい。あ、ゆうきさんに借りたん。お花。たけちゃん、結婚してありがとう。たくさんじゃん。みちさん、たくさんありがとう。たい焼き、そうよ、きなこってね、人間の年齢で言ったらかなりのこう、もうまあおばあちゃんまでいかんな、中年ぐらいか、中年のレディーなんですよアラフォーぐらいかな、アラフォー。よっすーいさん、ありがとう。底辺さん、レインボースター、ありがとう。 HK さん、たい焼きありがとう。さくらさくさん、ありがとう。モーリーさん、ありがとう。これかわいい。ようちゃん、尊い尊い、結婚して、ありがとう。のいちさん、いらっしゃい。ゆきさん、たい焼きありがとう。 TikTok のおすすめが愛媛の方言特集、グルメ名所案内で溢れてるって言ってる。え、 TikTok のおすすめ、あの出てくるやつってこと？え、すごい。じゃ、よく見てくれてるってことだね、愛媛の方言とか。そんな動画出てくる。山さん、のきさん、のきさん、いらっしゃい。ショーケイさん、レインボースター、ありがとう。やつもありがとうです。金ちゃん、みかぶんさん、いらっしゃい。ゆうじさん、山さん、たい焼きありがとう。たたたたい焼き。さくらさくさん、バラッありがとう。え、やっぱりブラッチ今日からなの？やったー、嬉しい。あの、今日からですね、なんとカラオケのダムチャンネル、ダムさんの方で歌ってもらってると、の画面にこう、ダムチャンネルをご覧の皆さん言うて、私とあの赤さんと私のこのユニットの赤竹が出演しております。すごすぎて嬉しい。そうなんです。ちょっと私自身もさ、まだ見れてないんだけど、あの多分所ジョージさんと矢吹さんと、あのレオンさんとの対談みたいな形で、あのお話ししてるっていうところかな。で、その今回歌わせてもらってる恋人になる3日前のお話っていう曲をフューチャーしてもらってるんですけど、あの所ジョージさんが作ってくださったんですよ、この曲ね。で、それをちょっとこういう曲だよとかって言ってたりするので、ちょっと見に行ってほしいです、ぜひ。期間中に、いつまでなんだろうな、期間全然知らんっていうとにかく今日からだったみたい。それがバンクバーさん、お花ありがとう。なのでなので、ぜひとも。なあさん、まーちゃん、ありがとう。ストリートくん、たい焼きありがとう。タボジェットくんさんもありがとう。カンマインさん、キャクキラギフト。ひふみまるさん、いらっしゃい。ありがとう、今日も。明日暑いんだ、よかった。今日めっちゃ寒かったからな。ドラミチュン沼さん、ありがとう。
え、おめでとう86さん、おめでとうおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア86さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。いつもありがとう。今日誕生日だって。もうちょっとだったね今日が。そうなのか。スランプくんいらっしゃい、ありがとう。エッグマンでは新プロジェクト発表なし。いや、そうなの、エッグマンでもする予定なんです。そうだからさ、ちょっとね、あのエッグマンでその新しい発表を知ってくださった方は2日間ぐらいこう黙っててっていう時があるその新プロジェクトに関してはちょっとまだ内緒でってなるかも、愛媛終わるまで。スランプくん100キロありがとう。ひろしさんいらっしゃい。のむさんありがとう。まーちゃんたい焼きありがとう。晴れ雨兼用の日傘以外にも普通に傘持ってるよね。東京ゲリラ多くなってきてるから、あ、小さい傘心配だよってありがとう。あるよ大きい傘も。大きい傘ね、ちょっと今日荷物が多くてさ、ちょなかなかあのさせないって思って、割といい感じだったよ。ちっちゃい傘で濡れたけど。まー、あ、ちゃんたい焼きありがとう。のむさんいらっしゃい。バンクバーさんフルありがとう。今から帰るので今日はこれにて。お、これから。お疲れ様、気をつけて。コンビニいたらしい。まー、あ、ちゃん寒天ありがとう。たい焼きありがとう。りゅうたい焼きありがとう。いっぱい。滝山から武田 3.5 になるいや武田と滝山って似すぎじゃない？しかもめっちゃよく見ないとわからないねそれ。そうなの、27発表できるんだけど。りゅうありがとう。たい焼きいっぱい来れてる。ひらがな斉藤さんいらっしゃい。まー、あ、ちゃんふるありがとう。おんじくろかわにゃおばさんがござるよ。はい、ありがとう。ワンガンさん太鼓の奥間ありがとう。今日もいただいてた、ありがとうです。あっつー明日ブレイブさん、明日は晴れて30度超えだって。のとこ続出って言って、全然今日と違うねそれ。モシュさん、おさぴーさん、たい焼きありがとう。お手持ちやんありがとう。あ、飛行機も追い風だったら早く到着するんだ。やっぱ風の影響は受けてるんだね。大工さんありがとう。たい焼き、ノファールさんかな、ノファールかやさん合ってるかな、ありがとうです。ローマ字よしさんいいねいいね、100キロありがとう。明日の、あ、朝はそうだね、いっぱい寝れます。今日は朝はゆっくりできる、ありがとうね。よしさん、しんいちさんいらっしゃい。あおちゃん今日もありがとう。あら、ロータリーエンジンくん様ありがとう。レインボーくれてた、さっきの虹ありがとうです。レインボー。ネクササさんいらっしゃい。ユッキーさんフルありがとう。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した、未来のために。はい、ようちゃんフルありがとう。
テレ朝夏祭りの時に乃木坂さんの曲それやばくないようちゃんでもね、なんとなく決まったよ、その日歌う曲。京井さんありがとう、小石さんお風呂ありがとう。今日もリハの時はね、全部録音してる、ほとんどの。でも垂れ流して録音してたらね、こう分かりにくいから、ちょっと分けて録音してるけど、ほとんど撮ってるよリハは。ひろさまさんいらっしゃい。ひろゆきさん、無天さんありがとう。わ、おだちさん TikTok 見てくれたのかい。遊んでみてね、ぜひ。ロータリーさん、めちゃレインボースターありがとうです、すごいありがとう。カタカナマナさん、ケンフルールさんありがとう。あ、ロータリーさん、なんとめっちゃレインボースターくれてる、ありがとう、すごいありがとうです。わい、無天さん、寒天、ビクポワさんお疲れありがとう。ヨシさんかわいい、ローマ字ヨシさん、あれ見てくれたの、ダムチャンネル早っ。どんな感じで映ってたの私、ちょっとあの完成形をさ、ちょっと見れてなくてですね、ちょっとどんな風になっているのかすごい気になっているのですが。お、ダスタフ K ヨシプーさんありがとう。 MF ゴーストさん、たっちゃんさんいらっしゃい。アーリンさんありがとう。そうなんですよ、グスタフさん、きなこって言うんです、我が家の猫。ワイが学生の時、千歳空港から那覇空港直行便あったから、行きと帰りで30分ぐらい近かったって言ってる。あ、風の影響でってこと。そうなんだ、めっちゃそれ違うんだね風で。タッキーさんお疲れ様。 AKA さん、神尾かんでさん、 AKA さんいっぱいありがとう。たい焼き、うわ絶対可愛いんじゃん、出すグスタフさんのところの三毛猫スコーティッシュだって、めっちゃ可愛いやん絶対。いいな、ハラメタルン、たい焼き、おさぴーさん、バラありがとう。あ、総監督さんいらっしゃい。リュウフルーありがとう。朝の投稿が24時間仕事の後のクタクタ感を即座に言い伸ばし爆睡、よかった。あれ夜勤ってこと。そう、今日は朝投稿できましたゼリー26さんありがとう。ハラメタロン、たい焼き、あ、モーリーさん今読めたよ、ありがとうございます。天使のお熊いただいてた、ありがとうモーリーさん、すごい。武田ひな穂が愛媛を去ってバリバリに晴れてた、え、やめて私愛媛いる時結構雨の記憶しかないんだけど、なんでそんな晴れちゃったの。まあ、晴れることいいことなんだけど、私がいなくなって急に晴れたの。タマさんいらっしゃい。たこ焼きさん、回復ポーションありがとう。おかきさん、バラありがとう。バラ小判、たい焼きいっぱいありがとう。いらっしゃい。家の鍵をなくして業者による解除テクを見学中ですどういうこと。家の鍵なくしちゃったの、テストさん。業者に開けてもらってるってこと、鍵やばいじゃんそれ。そうなの。ドナルドさんいらっしゃい、ありがとう。オカムさん100キラありがとうです。キーちゃん熟女ですよ、もう。そうだね、猫7歳は、もう高齢になっちゃうのかな、猫7歳って。そうなんだ。のびちゃんブラボーありがとう。
アップルシードさんいらっしゃい。お、ユキーさん、今ね、貢献ランキング100位の方にちょっとずつ書き進めてて、多分6月パイまでには完成させて発送できるかなっていうところです。ちょっとお待たせしておりますが、今やっと半分くらいまでいったかも。ちょっとずつ愛媛でも書いたりしてました。のびしゃん、ブラボー、ブラボー、ありがとう。ローマ字マサさん、たい焼きありがとう。アップルシードさんいらっしゃい。あ、そうね、ダメチャンネルさんはその対談もそうなんだけど、いろいろこういろんな番組もしてるからさ、ちょっと私の回が流れるまでちょっと待ってもらう必要があるかもしれない。どんぐらい待ってたら乗ってくれるんだろうな。ローマ字マサさん、たい焼きありがとう。あ、サイリウムもありがとう、マサさん。あ、所さんのカラオケも見れました。え、すご、それも映ってたか。 MX6 さん、すももさん、のんびりしたいねんさん、みゆらさん、ありがとう。あ、おめでとう、お誕生日おめでとう、おめでとう。ワンガンさん、フルありがとう。エクマンの裏に神社あるの知ってた？ごめんごめん、なんでだろう。よいしょ、コロコロしちゃった、くるくる、充電がちゃんとできてなかったみたい。最悪。ローマ字マサさん、サイリウムありがとう。ちょっとコロコロしてる方は一回更新してくれたら嬉しいです。ごめんね。初めて知ったかも、エクマンの裏に神社あるの。ドナルドさん、100キロありがとう。ドナルドさん、ラブレターありがとう。あ、そうなの、ブラッチいつまでは言っちゃダメなやつだったってひなほさんを5年ぐらい前の乃木坂のライブ列に並んでる時に見た時があります。あのビラ配りとかしてた時ですかね。最終便さん、本当？お、86さん、おめでとうね。ちびぞうさんいらっしゃい。ドナルドさん、フルありがとう、ありがとうね。ジャンボさん、ありがとう。おさぴーさん、うま、ありがとうです。あまとうさん、アイス、ありがとう。わ、ダムチャンネルフルで見たら40分かかるんだって。スキップしたい場合は1曲演奏して即中止を繰り返す。そんな技があるんだ。あ、そうなんだね、40分あるんだ、あれ一周するのに。リュウまゆまゆさん、たい焼きありがとう。わ、やっくん花束、おばさん、じゅっこもありがとう。おやっくん、キラリンこと、今日もありがとう。コータロウさんいらっしゃい。あ、本当大工さん、しずぴーさん、ななこさん、リハの返信したらいいねくれてたって。本当？リハ音源めちゃくちゃ聞きたい。え、本当に？公開したいよ。ローマ字マサさん、たい焼きありがとう。私は花からさん、ありがとう。カリタン、ありがとう。今日もおきいほのきなこです
フォレスト K さん、かわいい、ありがとう。ひろちさん、いらっしゃい。40分、バイバイ。あ、なんとフジモンさん、ギョギョ、めっちゃたい焼きありがとう。すごい、たい焼きありがとう。羽馬さん、よっちさん、いらっしゃい。ひなほちゃん、晴れ女だからラストライブ晴れるかな。でもね、ちょっとさ、滝山さん点5、3人でのラストライブは雷雨だったんだよね。めっちゃ覚えてて、それまで滝山のライブって本当に雨がなくてね、特に野外とかでライブするときは絶対晴れてたの。だけどそのラストライブの日は雷雨だって、うわーって思ってたんだけど、もしかしたらラストは雨が降る女かもしれないと思って今お祈り中よ、晴れるように。この中に晴れ男晴れ女はいらっしゃいますか。トゲおたこ、ありがとう。あ、ワンダーさん、かわいい、ありがとう。たくさん、かわいい。テストさん、ヤマさん、たい焼きありがとう。KC 焼きうぶさん、いらっしゃい、今日もありがとう。え、ブラッチ14歳なの、家の子。そうなんだ、甘えん坊になった、だってかわいい。え、モーリーさんとこもチャトラの7歳だって、ダメじゃん、きなこと。7歳ってまだ元気だよね。元気なはずだよ。ヨコポンさん、ケロロングさん、いらっしゃい。水色さん、ラブレタ、ありがとう。フジモンさん、たくさんありがとう。ねえ、くるくるしちゃった。そうよ、カンマインさん更新してくれた。変顔で止まってた。ちょっと待って、あ、充電できてた。ハートのヨシさん、いらっしゃい。カタカナのトシさん、いらっしゃい。僕はもうミイラだな。何の話してるの。猫寿命の話。サクサクさん、レインボースター、ありがとう。え、そうなんだよ、ネルさん。今気づいたらもう1時間経ちそうなレベルなんだけど。やばい、1時間が早すぎる。もしゃもしゃさん、いらっしゃい。大工さん、キャコキラ260。今日もフローありがとう。告知はですね、今月の27日と29日の滝山 3.5 ラストライブが一般チケット発売中です。27は東京渋谷エッグマンで、29日は愛媛松山 W スタジオレッドにて、最後、滝山 3.5 の最後のライブとなります。ぜひ初見さんもね、ラストライブだからとか関係なく、みんなに会いに来てほしいので、ぜひお待ちしております。すでにね、たくさんの方にチケットを取ってくださっておりまして、今からとてもドキドキしています。もうちょっとです。今日の夜はずっとアイコ聞いてる、だって。エモ、そういう日ってあるよね。私もある、それ。梶山さん、いらっしゃい。おさぴーさん、ラブレタ、ありがとう。わーい、藤本さん、マサさん、ローマ字マサさん、いっぱいハートありがとう。ローマ字テルさん、いらっしゃい。テルさん、テーヘンさん、たい焼きありがとう。ロータリーさん、足のこと。長門さん、いらっしゃい、ありがとう。そうよ、ロッピーさん、リハとかさ、公開リハしてみたいけど、配信とかで何やるからバレちゃうのがね、あれなんだよな。
終わってからもう一回リハしたいよねライブ終わってから。クラッシャーさん、たい焼きありがとう。わ、天も泣いてたのね。だってめっちゃいいこと言ってくれて、スイカさん。そういうこと？めちゃくちゃ雨だったよ。え、私曇り女なイメージなんですか？そうなんだ。金ちゃんおやすみ、ありがとう。3人のラストライブ雨だったけど、始まる頃に、あ、始まる頃止んでたっけ。あ、そっかそっか、ね、ライブ中は晴れてたんだね。君秀さん、いらっしゃい、こんばんは。うわ、そうなんだ。それは嬉しいね。14歳も超元気よ。だって14歳か。たかひろさん、あら、フォローしてくれてありがとうございます。麻雀プロなんですね。そうなんですよ、日本プロ麻雀連盟に所属してます。ぜひぜひ。お好きですか、麻雀？ロータリーさん、晴れ男なの。私もずっと晴れ女だと思ってました。そうなの、晴れ男いいな。マサさん、いらっしゃい、ありがとう。お供は金時のサブとポンスパークリング、美味しそう。ポンが飲みたいよ、ポンが。わあ、フジモンさん、いっぱいありがとう、本当に。キミヒデさん、100キラありがちょ。あ、ノリ、告知ありがとう、今日も。ありがとうです。テストさん、レインボースター、ありがとう。おがこさん、たい焼き。マサさん、レインボースター、ありがとう。わかる？お猿さん、本当？いや、それはでも嬉しいね。久しぶりに来ると1時間短いって言ってくれてる。もう1時間経ちそうなんだけど。そっかに。白夜さん、ありがとう、今日も。後ろ向きさん、いらっしゃい、180度。マサさん、お疲れ、お疲れ。 JT さん、間に合ってるよ、ありがとう。リハ寸劇って何リハっぽいことするの、いいね。え、水野さん、ありがちょ。明日有給申請してくれるんだって。そのライブの日ってこと？ありがとう、有給、この国に感謝感謝です。モーリーさん、いらっしゃい。白髪さん、ありがとう。わあ、マサさん、ライブ録音ならではの一発撮りの迫力聞いてみたいって。バンドサウンドすごいですよ、聞いてほしいな。おばば、いらっしゃい、間に合ってるよ。青のシンフォニーさん、ありがとう。あ、おばば、たい焼きいっぱいありがとう。わっ、高弘さん、 M リーグ見てたんだ。そうなんですね、今終わっちゃってますけどね。面白いよね、 M リーグは。かまつんさん、いらっしゃいねえ、ハート流行ってるよね、ブラッチ。今日めちゃいただいてる。ローマ字マサさん、およよさん、ありがとう。マサさん、100キラありがとう。ご進行まで、ありがとうです。そうなんですよ、キーちゃんお誕生日もうちょっとなんだよね。7月5日です。シーショさん、寒天、ありがとう。ミケちゃん、いらっしゃい。こぎつねさん、ありがとう。聞いたことあるのかもしれないけど、わかんない。ハラメタロン、 Be Master of Life、 かっこよさそうだな。マサさん、ふっ、ありがとう。君の笑顔が好きだよ。はい、大工さん、ほんまに、いやいや、晴れ女やでって言ってくれて今までの実績尊い。いや、
や、そうよね。今までね、すごい晴れ率高かったよね。本当に。それは本当なのよ。ひろっぽんさん、たい焼きありがとう。あ、俺も。なおさん、お疲れ様。リハ動画、逆回しにすれば瀬戸にバレない。逆回転録音？何それ？あ、逆再生するってこと？それ音の良さ伝わらんわ、逆再生は。よし、ちょっとじゃあお供タイムして、今日は終わろうかな。ちょっとカラオケはお休みさせてもろて。今日のお供さ、見て見て、このチルになれるチルアウトです。これ一回さ、前にチルアウトをお供で飲んだんだけど、これなんかね、味が違う。なんだっけな、これ何味だっけな、ん、何味だろう、書いてないけど、このこれ多分グレープとかオレンジの味なんだと思う。飲んでみようと思います。なんかおしゃれなカップルがいる。そう、チルアウトって知ってる？みんな。なんかこうストレス緩和とか、まあすごい心を落ち着かせたい時に飲むものなんだ。そういうのでも、そういう売りの飲み物なの。味も美味しいんだけどね。ノンカフェインだからいいよね。はい。あ、それグアバ、グアバね、入ってると思うよ。あ、ギャパパウダー入ってる、入ってる。ギャパパウダー、ヘンプシードエキス、ホップエキス入ってます。では今日も一日お疲れ山、乾杯。お疲れ山。うん、味めっちゃ美味しい。味が美味しい。これ何味なんだろう、グレープなのかな、マスカットみたいな味するかも。マスカットオレンジみたいな。わあ、ジュースとしてすごい美味しい、これ。あ、そうだね、炭酸です。炭酸。うん、おいしい。ね、チルってさ、私もなんかこう雰囲気でしか知らないわ。どういう意味なんやろね。なんかチルってこう辞書で引いたらどうやって書いてるの。チルイとか。チルアウトです。コエポンさん、豆豆さん、いらっしゃい。お、かまつんさん、たい焼き、あ、ありがとう、たい焼き間に合ってるよ。ロンキューさん、いらっしゃい。お、トゲハートくれてた、ありがとう。乾杯乾杯。みんな、やばい、12時になっちゃう。おかむさん、ありがとう。あ、これもね、実はちょっといただいてね、お仕事で、お仕事先でいただいたからね、ちょっとどこに売ってるかわからないんだよね。ちょっと調べてみて、どこあるかな、これ。ねるさん、お疲れ山。よもつくんさん、お花ありがとう。健康飲料、そうだね、それになるかも。健康飲料かな。たーたんさん、たい焼きありがとう。え、でも確かになんかちょっと心穏やかになってきたかも。あれ？ん？ローマ字よしさん、いいね、ありがとう。うわ、フリスク飲料になってるらしいね、ロッピーさん。どこで売ってるんだろう。
見つけたら買おうかなって思ってるけど。よもつくさんありがとう、ありがとう。ローマ字サクさんバラありがとう。今日あれありがとうございます。サクさん、あ、コンビニにあった、売ってたこれ。トシくんさん、バタコさんいらっしゃい。あ、ヨコポンさんたい焼き、ありがとう。たい焼き、あ、くつろぐとか落ち着くリラックスっていう意味なんだって。チル英語なのかな、チルって。マーさんいらっしゃい。カタカナショウさんいらっしゃい。ずっと穏やかに見えるけど、いやいや、心の中は結構燃えてるからさ。配信中も結構今なんかちょっとすごい穏やかになった。黄色い魚さん、みかん、ローマ字のみかんさんありがとう。効き目すごい。効き目感じた今。あ、この顔文字の方ありがとう。今日もむながねさんいらっしゃい。よし、じゃあちょっとランキング読みしていこうか。遅くにありがとう。13位おがこさん、やっほい、ありがとうです。たくさん遅くまでおやすみ。12位テストさん、ありがとう、たくさんありがとう、リラックスしてね。11位まゆまゆさん、ありがとう、遅くまで、お疲れ様です。今日も11位だ。10位ローマ字のマサさん、あ、ありがとう、壇上嬉しい。今日もありがとうでした。9位あ、のぶしゃん、ありがとう、のぶしゃん、いつもありがとうございます。ランキングだ、ありがとうね。8位ブラッチ、ありがとう、ブラッチありがとうございます。壇上ありがとうね。わーい。そしてラッキーセブン、お、おさぴーさんありがとう、いつもいつも壇上ありがとう。明日はいい日に、あ、今日はいい日になるぞい、ありがとう。6位ワンガンボーイさん、ありがとう、ワンガンさん、今日も今日とて壇上です、ありがとう。そして5位あ、ピルコロ、ピルコロありがとう、すごい、いっぱいいただきありがとうございます。やったー、ありがとう。そして4位あー、モーリーさんありがとうございます。4位です、めっちゃいただいてた、ありがとう、嬉しい、ありがとう。そして3位プルルルルアボン、ワンダーマークさん3位ありがとうございます。いつも壇上ありがとう、本当におやすみ。そして2位プルルルルアボン、フジモンさんありがとう、にです、すごいたくさんありがとうでした、ハートも。そして今日の第1位プルルルルルアボン、ロータリーエンジンくん様、すごい、めっちゃいただいてた、ありがとうございます。1位1位ありがとう。はい、ということで、なんと、あ、なんと5000超えてた、超えてるんだけど、5026盛り上げ、すごい、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。今日はなんか、今日は何盛り上げ、これ今日リハ後盛り上げです。はい。夜遅くまで今日も来てくれてありがとう。毎日夜10時半ぐらいから配信しておりますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。はい、ってことで今日はここで終わりたいと思います。ありがとう、遅くまで、また明日ね。明日はね、ちょっといつも通りできるはずなので待ってるよ。明日おやすみ。みんなもチルして寝てね。乾杯。おやすみ。5、4、3、2、1。バイバイキー。おやすみー。